はい、こんばんは。週刊堂の田中です。これはね、藤田の作品のレゾネと言っていいですかね。あの藤田の作品たくさん載ってる、ね、これね、フランス語なんですね。藤田といえばやっぱフランスに最終的にいてフランス国籍取った人ですから、あの大事な藤田の大事な画集はですね、実はフランス語、フランス語日本語と両方ありますけどね、で編まれた本ですね。まあ、こういうところに載ってる作品も含めて、ああこれなんかいいですね、素晴らしい、ね、これをうちにあるってわけじゃなくて、つい今たまたま開いたページですけど、まあ我々であの藤田の作品、あのなるべく手に入る機会があれば頑張って買って、でまたお客さんに紹介する仕事をしてます。もしですね、お手元に藤田の油彩画、それペンが、それから鉛筆が、あと日本画的なものも書いてます。あのどんなものでも、まあ、あの版画もありますよね。ぜひですね、お持ちのものありましたらご紹介ください。このようにいろんな方にご紹介して商売をさせていただいてます。はい、そういうことで、ぜひですね、藤田津柄の作品ありましたらお問い合わせをよろしくお願いいたします。週刊堂の田中でした。